こんにちは。今日はキノコのねピンクッションを作ろうと思ってこれね探してたんですけどね、コーナーに売ってるかなと思ったら100均に売ってました。ダイソーにこの球体が発泡スチロールの、これをね半分に切るんですよ。キノコの頭糸の子でね、外でねこれ粉が舞うからグワーって切ったんですけど、球体やから手滑るんでこれ危ないからね、お子さんはやらないようにしてください。大人の方がやるようにしてください。これは丸ずっとぐるぐる細編みを、ぐるぐる途中で長編みで編んでもいいんですけどね、長編みの方が早いから。でぐるぐる始め5目ぐらいにして、でそこから1つの穴に2目ずつ編んでいって広げていきます。まあ、この辺までは普通に広げた丸で、この辺からもうそんな2目ずつ増やさなくても1個飛ばしぐらいでいいかも。ちょっと早くあれしたいんで長編みに変えます。この辺から長編みするんやったら2目に1回ぐらい目増やさないとあかんかも。こっからもうね3目から5目に1回ぐらいところどころ目増やすぐらいでいいと思います。こうなるように、はい、この辺まで来たらもうほとんど目増やさなくて大丈夫ですね。もうストンと降りていったら大丈夫なんで、もう目を増やさずあと1週か2週ぐらい編みます。なんかね YouTube で今こう編みながら、 YouTube でキャンプ動画を見ながらね編んでたんですけど、めっちゃキャンプ行きたくなってきた。もう涼しくなってきたしね、去年の今頃ねもう行ってるんですよね、一人で山に森に、あっこ行きたいんですけどね。なんか他にいいとこあったら行きたいですけど、でもあっこも行こうかな。なんかあっこにおった猫ちゃん5匹ぐらいが元気にやってるか気になるし、森でね美味しいコーヒー飲みたいんで、コーヒーミルガリガリ回してこうコーヒー豆をね引くやつ、あれ持って行ってお湯沸かして美味しいコーヒー飲みたいんですよ。もうそれだけやったらね簡単やし、なんか美味しいパンとか買っていって、まあ、料理までするってなったら大変なんでね。結構もういい感じにここまで縫えたらね、編めたらここ斜めになってるんで、ここを細編みに変えようかな。この段差をねなくします。こうやったらもう段差なくなるんで、こういう白かクリーム色でこう次はこう何ですか、縮めていかないといけないんで、そしてね編む時ね片方側に刺します。片方だけに刺して細編み、長編みでも細編みでも、ね、内側だけに刺して、次はね飛ばしたりして目縮めていかないといけないんで、1個飛ばしとかで編んでいきます。1個飛ばし長編みでいこう。長編みで1個飛ばして、で次は隣、交互に1個飛ばしでいこうかな。まだ縮むと思うんですけど、
はい、一周できました。そしてあと一周細編みしましょうかね。少し隙間があるんで、まあ、ここ見えないからねいいんですけど、あと一周、あと一周の細編みは一個飛ばしでいこうか。ぐるーっとつけて、こっちもつけて、くっつけてみます。ここ持ち上げながらこうグルーが出ようか、無理か、ここに、ここにつけたいんですけど、グルーガンをいけるかな。で、まあ、肌色でも、肌色でこの色の方がいいかな、肌色にしようかな。この周りかぶせるんですよ。なんかさっきみたいに丸く編んで、途中からもうそのまま上がっていったらいいです。円柱を編みます。はい、丸編んだらあともうずっと長編みをしていきます。これぐらいいらんかな、もうちょっといらんかな。こっからね、もう長編みをぐるぐる、目も増やさず、そしたらこうこうなるんで筒状にではめて、はい、こんな感じで編めました。でこれをねスポッて入れてぴったしでね、この周りをグルーガンで留めてね、くっつけたいんですけど、はい、丸こんだけ作りました。ここめくっといて、で、ムニーってつけようかな、グルーガンで。ちょっと半分一回つけとかないと、熱々、こんな感じで引きのくなりました。そしてこれをここを後で切ります。ここも一緒にくっつけてしまわないと、こうむにゅっと出してあっつ、はみ出たやつんで熱々。ここにドアとかつけようかなと思って、めっちゃ可愛くないですか、もうすでに。でこういうマスコットをフェルトで作って、これはもうね10年以上前に作ったやつなんですけど、待ち針こうやって刺して、これ刺して、そしてこの辺に刺すと、こんな感じで、これめっちゃ可愛くないですか。で発泡はシロールやから、待ち針がもうどんどん刺さるんですよ。ちょっと硬いんで、あんまり奥まで刺すと抜けにくいんで、これぐらいにして、これ待ち針、白の待ち針をねどんどん刺します。これめっちゃ可愛いんです、この針刺し。で普通の針もこのてっぺんあたりに刺しときます。こうやって、え、めっちゃ可愛いんですけど、でキノコからこのキノコをこの待ち針でね、こう斜めに刺して、でこう刺しといたら、キノコからキノコ生えてるとか、めっちゃ可愛い。これどんぐり、どんぐりの色です。
っちがいいか。これ窓もつけたいんですよね。普通にね、丸をちょっと長丸にしたいんで、1,2,3,4,5 で5でぐるぐるにしたらちょっと長丸、こんな感じ でこう下は角出して、これドア割ったらめっちゃ可愛いと思うんですけど、で周りをこの茶色で塗って、真ん中バツでプラスにね、同じ毛糸縫い付けたら窓になると思うんで、あ、これで一応ね貼り付けたら完成ですね。こんな感じで真ん中十字に縫いました。でね、こんな感じでね、あ、縦の方がいいかな。完成しました。めっちゃかわいい。小さい方もねできました。こんな感じ でこの中にはね、なんかボタンとか、なんか木のボタンとか入れたいですよね。かわいいですよね、木のボタン。なんかリスの形の木のボタンとか昔は持ってたんですけど、なんかそんなん見つけたら入れます。めっちゃかわいい。これからはこれがね登場します、縫い物するとき。めっちゃ可愛いんですけど、ほんと意外と簡単なんでね、あの中あれ買ったら、ガラスの瓶も蓋付きの瓶も100均やし、まあ、材料費は安いですね。赤も一玉ぐらいしか使わなかったんで、可愛い、ほんまに可愛い。メルヘン、めっちゃめっちゃメルヘン。あ、こういうね、こういうのこうやって入れていったり、これからね涼しくなってきて編み物の季節になってくるんで、皆さんも作ってみてください。それではここまで見てくれてありがとうございました。これは1個持っていこうかな、あのオフ会の時に。これ置いたらなんか秋ピクニックっぽくなりそうなん で編み物するしね、私も蝶々とか作るんで、そんなも並べてちょっとメルヘンなハロウィンハンドメイドピクニックにします。